過去に未練のある私、バックトゥザフューチャーデロリアン78号の組み立てですね。このリアの部分にいろいろパーツがつきますね。細かそうですね、今回パーツ多い。映画の中の名車ロールスロイスファントム、黄色いロールスロイス、古い映画ですね。1930年、今年最も偉大な映画ポスターのキャッチコピーと言っても知らないですね。コメディーなんだ。制作日誌パート3、機関車シーンの撮影、火がとにかく上がるんですよね。だから火災予防をしたみたいです。山火事の起きやすい地域だから地元の消防局に手続きした。彼ら最初嫌がってた。木から61センチしか離れてない場所があった。厳しいな。結構蒸気機関車、設定上スピードアップさせるために火薬入れるんですよね。その時に火が派手に上がる。コラムオブザフューチャーパッド・バットラム。誰？なんかどんどん知らない人ができます。こんな人いたっけみたいな。では組み立てていきましょう。今回パーツ同じようなものがあるのに全部違うらしいですね。気をつけてくださいとのことですね。細かいわ。このパーツの後ろになんか番号を振ってる。 RL2R1。おお、似ててみんな違う。刻印あってよかったですね。なんだこの細かいパーツ。細かいわ。 IP ってちっちゃいネジだったかな。違うわ。なんか昔すっごいちっちゃいネジがあったんですよね。では最初78の G、 これを固定。ここか、こう向きですね。反対じゃないよな。向き関係ある？向きに注意。少し跳ねた端がリア。あ、跳ねてるわ。跳ねた端がリア。こういうことですね。これは間違えるわ。それ AP のネジ。AP のネジは一番、2番目だったかな。一番ちっちゃい方ですね。これで締めます。パチンって感じで締まるような。それよりネジの方がいいのかな。78のエッジ、斜めの端がフロント側になる。斜めの端がフロント、こうか。あ、こっちか、こうだ。フロントこっちですからね。そして AP のネジ。カタカタしない程度。78の J、 赤いのが突起の傾きを目安に向きに注意。え、突起の傾きを目安。ああ傾いてる。こっちがフロント側、こうか。これで今回 IP か。ちょっと反対につけてみましょう。反対に、あ、反対にもつくわ。つくけどなんかしっくりいかない。つかなければいいんですけどね、この間違えた方向に。透明プラってパキッていきそう。だから怖いですね。締めすぎちゃダメですね。 IP のネジちっちゃいわ。やっぱしこういうパートワーク、組み立てた人同士の絆みたいなの、同士感みたいなのありそうですよね。軽くカタカタしない程度、固定されてればいいわけですから。固定されてますね。カタカタしない。次、袋入りの樹脂パーツ。あれ、さっきあったよ。あ、これだ。なくしそうですよね。ネジは IP。 これも向きがある。斜めの端がリア側。こういうことか。あ、そら、今回キャンペーンで1ヶ月に1回にしてもらった。そしたら来るの2週間遅れるってことなのかな。なんかちょっと嫌ですね。できるだけ早く受け取りたいのにちょっと遅れる。ここに78の C、 78の C、 RL2 これで RL2、 これを取り付ける。こう、向きに注意。突起を内側にする。突起？まあ、間違いでつかないですよね。こうは無理だから。こうですね。
AP のネジ。指示だと、パーツはめてからネジ止めって書いてありますけど、無理です。一個ずつ行きましょう。ここもカタカタしない程度。RL3、ここですね。ちょうどこの窓のところと面が合うようにこうしとけば間違いないですね。そして RL の4、これをここ、間違うことはないか。これ番号さえちゃんとチェックしとけば。ちょっと押さえてる手が痛い。ここに78の B、R1、これですね。これをこれに固定。 R1 っていう指示がないんですね。あってもいいような。ネジは LP を使うか。 LP 長っ。なんかちょっと不器用だと厳しいわ。このネジ止め結構厳しいです。力入らんし、これでいいかな。そしてここに組み込み、それ AP のネジで締める。固定できました。あれ、なんか忘れてる。あ、78の F、RL の5、ここか。ここ忘れてました。なんかここも厳しいな。なんか締めづらい。締めづらいです。仮止めしといて、手で押さえてネジ止め。というか、手が痛い、ここ。結構痛いです。これでフレームに当てる。今回これがフレームに合体しますね。ここですよね、ここ、こうか。いい感じですね、合体して。でもその前に DM のネジの、そのネジ切りをしておきましょう。4つですね、4つ。この部分あらかじめネジを切っておきましょう。ネジは4。ドライバーは大きいのを使いましょう。今回の組み立て結構大変です。だ、大変だからといって手抜きはやめた方がいいですね。金属ネジはあらかじめネジ山、ネジを立てとく、それ重要ですね。なんかちょっと今な、嫌な感じがした。舐めそうになった。これ実際フレームに当てながらだと余計舐めるような気がしますね。だから注意です。できるだけネジは切りましょう。できるだけ深く。ここは力が入りやすいですね。力入りやすいけど、なんか舐めやすそうです。最後ここ、うわ、なんか力入りづらいわ。斜めになるわ。でもあまり力入れない方がいいのかな。先に取り付けたパーツに負荷かかりそう。先にこの DM のネジ切っといた方がいいですね。これ立ちました。では固定します。これですよね。ぴったしはまりましたね。そして DM のネジ、 DM って中くらいのドライバーがいいのかな。これがいいわ。でもなんか舐めそう。ここか。それとここドライバーは入るけど力が入らないですね。一番大きいの、やっぱ一番大きいやつだ。力入らないです。簡単に行くと思ったら力が入らない。慎重に回してください。本当にゆっくり慎重に。なんとか行けました。ここを焦らずに慎重にゆっくり締めててください。そうしないと絶対に舐めます。
過去に未練のある私デロリアン78号の組み立て終わりました。この部分だけ見るとかっこいいですね。なんかここまでできたっていうそんな感じがします。今回の組み立て意外なハードです。ネジを舐めないように、特に最後の DM のネジを舐めないように慎重に行ってください。ではバイバイ。